はい、今回のゲストはお食事ユニワ店長の海運料理人のチコさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。神社チャンネルで魂レベルであなたとつながってる人っていう動画をアップしたら結構受けよくて、結構 YouTube 上でそういったつながってる人っていうところなんですけども、まあチコ店長とのこの関わりの中でも結構そういうの直感的にはこの人とつながっているなと感じて行動されてるんじゃないのかなっていうのを自分自身こう見てて感じるところがあって、なぜこの人とつながってるっていう直感が働くのかっていうところを今回ちょっと掘り下げていきたいと思います、うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。実際この人ご縁がありそうだなって感じたことっていうのはあるんですか？ありますね、うん、はい、うん、どんな時にどんな風に思って感じるんですかね？そうですね、最初この動画撮る前にもいろいろこう話しながら、うん、自分でもこうなのかな、なのかなって気づいてることとしては、なんかこう私自身も生き方としてこう生きていきたい、こういうことを大事にしたいっていうのがやっぱあるわけですよね。軸みたいなものがあって、まずそこの軸に引き寄せられていたりとか共感する、なんか近いような流れがある中で、日々ね、出会う中で出会うために生きてるなって、出会うために働いてるなって思ってるので、いつ出会ってもいいように心構えしてるんですよ、うんうん、毎日。だからなんかないかなって思いながら生きてる中で、ガッとね、ガッとなんか磁石が引き寄せ合うみたいな感覚に陥る時があるんですよ、うん、その出会いがあった時には、うん、私そんな積極的なタイプじゃないと思うんですよ、自分では。いや、僕から見ると積極的な瞬間あるんですよねこれは。じゃあね、それはあれなんですよ、ガッて来てる、はいはい、それを感じた時にはむちゃくちゃ積極的、はあ、もう、うん、その時はあのね、感じてるから行くっきゃないみたいなのはありますね。それはあります。ただ相手もやっぱグッてなんか動いてるものを感じないとないけどね、うん、それはなるほど、うん、一方的にみたいなことはない、うん、明らかにこうグーってその私も大事にしていること、うん、まあなんかそれにグワーってこうなった瞬間ですね、はい、そういうのは私にね、同じ師匠に北極老人についてなんかこう生き方をねやっぱ考えて自分でこう生きていく中で、うん、何回もありますね。って言うと羽賀さんこういう顔するんですよ。いやでもそれどういう顔なんですか？いやそう、そう、分かるなっていうところとすげえなっていうところの両方かな。いや、自分自身で言うと、はい、あ、この子縁ありそうだなはあるんですよね、はい、で、ありそうだなと思ってて結果的に本当に一緒に仕事するようになったっていうのは、うん、むちゃくちゃあるにはあるんですけど、うんうん、自然となんかそうなっていくの待っちゃうタイプというか、どっちかというと僕の場合うん流れそうです、ね、待っちゃうタイプなんですよね。でも店長の場合、さっきこう言ったみたいにこうぐーっと近づいてるのを察してさらにこうぐっと引き込むっていうところをやってるのを見て、まあ、すげえなっていうのを自分自身思ってるところもあるんですけど、実際にこうユニアで働いているスタッフとかでご縁感じたっていうなんかスタッフの話とかっていうのって、う、はい、そうですね、まあ、本当に何人もなんかイメージがあるんですけど、うん、まあ、1人は3年半前ぐらいにここのお食事に来た料理人の夏梅くんというスタッフなんですけれども、あ、まあ、彼はある日のランチを2日連続で予約していて、うん、で2日連続で同じ名前で1人で予約していて、でその時満席だったんですよ、ランチが。私ずっと提供していたので、ホールに出てるのはホールスタッフだったんですけど、まあ、その時にホールスタッフの人が戻ってきて、料理人の、ね、方が来てますみたいな、うん、まあ、どういう方が来てますかっていうのを教えてくれるんですけど、その時にその言われて、で私はそうなんですねっていう感じで、うん、もう料理をバーって一生懸命やってたんですよね。でその後すごいそのホールスタッフのうちの北川くんっていうねスタッフとすごい話が盛り上がってたみたいで、また戻ってきて、なんか彼はね5年間イタリアに行ってたらしいですよとか、ちょいちょいその情報を教えてくれるんですよ、うん、へーみたいな。で今帰ってきて東京にいて、でその白金ユニワ、もともと本屋さんに行った時に見つけて白金ユニワまで行って、すごい美味しかったから来たらしいですって話まで聞いて、うん、そうなんですねって言いながらこう動いてたんですよ、うん、でその時私体がね絶対に今ホールには出ないってなんかなったんですよ、うん、
その時はその時になったんですよ、うん、で北川君と盛り上がって、うん、でその後見送りをしてお帰りになられたんですけど、うん、その日私別のちょっとハーブティーをブレンドする予定があったんで、うん、ハーブティーをブレンドしていて、うん、でその時にブレンドのティーブレンダーの人と一緒にやってね、お話をしてて、でその見送りをした後に外に出たんですよ、夜に、その日の夜、はい、うん、そしたらパッと後ろから人影を感じて、うん、えってパッと振り返ったらその夏梅君が立ってたんですよ、料理人、そう、うん、で声かけられて、はい、いや今日ランチ食べたものですって言われて、ああ言ってたと思って、うんうんうん、でそこからすごいお話があって、話が弾んでいったんですよね、うん、で弾んでいって、その時に私の一番最初に出した本の命のご飯の本の章で、うん、あのプロの料理人になってはいけないって、その北極老人の言葉っていうので書いてあるんですよね、うん、で目指すべきは究極の家庭料理だっていうことを書いてあるんですけど、まあ、そこがすごい印象的に残ったんですって言われた時に、プロの料理人でね、プロの料理人になってはいけないっていう章が感動したって言われると変わってるなって思うじゃないですか、うん、でそれぐらい話がなんか弾んでいったんですよ、はい、面白いなって思って、で私の心境はね、その時セットなんですけど、11月だったんですが、うん、その時、12月がものすごく忙しい中で、うん、このままだと乗り切れないマンパワーを感じてたんですよ、うん、クリスマスおせち、はい、はい、そうなんですよ、まあ、毎年毎年やっぱりこうグレードアップしていく中であかんわってなってて、どうしようっていうのはあったんですよ。でもその人と喋ってる時に、うわーなんかこの人めっちゃ面白いって思って、はい、なんかありそうって思った瞬間、ここから喉からも出そうだったんですよ、うん、ちょっと入らへんみたいなもうその段階で、うん、でも私の中でも冷静なもう一人いるわけなんです、うんうんうん、ちゃんといるんで、うん、いやこんなんいきなり言ったらいかんと、うん、ね、そう、分からないじゃないですか、どんな方かも何にも知らない、うん、何にも知らない中ちゃうなと思ってグッとこう止めてたんですよね、うん、でその後パーッと見送りした後40分ぐらいその人喋って、うん、見送りした後たまたま北極老人と会うんですよ、うん、ああなるほどなるほど、で言うんですよ、いやいや各近々こんな人が来てましたみたいな話をしてて、うんうん、私がするとポロッと言うんですよね、いやだからここまで出かけたんですよ、ちょっと手伝ってほしいなって思いましたっていう話をしてたら、うん、横でねうちの社長も聞いてて、でいいやんって言って、なんか悪ノリで言えばいいやんっていうふうに言われたんですよね、いや悪ノリで言っていいんかなって思う中で、まあ、その夏梅くんはこれからまだ仕事場を東京で見つけるっていう段階だったんですよ、うん、で多くのその飲食店から声がかかってオファーもいただいてたので、まあ、言ったら選びたい放題だったんですよっていう中でまだ決めてないっていう状態ね、うん、もうこのタイミングってすごいキワキワじゃないですか、はいはいはい、なんかすごいキワいなと思って、でもなんか私の中でパンと感じたそのなんかひらめきね、うん、あなんかこの人すごいなんかすごいって思ったなんかひらめきと、そのタイミングね、たまたまその後先生に会って、うん、なんかそのことを言った、うん、でまあ、社長からそうやってなんかいいやん言ってみたらって言われた、うんうんうん、なんかそれがピラ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 って何個か揃ってくるんですよ情報が、うん、だってその日会えなければ私はまた1日2日は待ったかもしれないんですけど、うん、そのタイミングであったんで、明日予約してるんですよって、うん、その人って、うん、じゃあ明日ちょっと言ってみますねってなるんですよ、ね、で翌日ランチに来た時にそれを言ってみたんですよ、うん、でこれでもどう言われるか分かんないですよ ね、 そうですね、そんな大阪の来たこともない、うん、住んだこともがないってことですね、店に果たして来るのかというところで声かけたんですよ、うん、そしたらいいっすよって言われたんですよ、うん、で言われるわけですね、はい、これはねもう計算できないことなんですよ、はいはいはい、ですごい磁力がグワーってなってるのを感じるから、うん、あでもだからね興奮しないようにしてるんですよ、こういう時に。そうですね、盛り上がっていかないようにしてるんですよ、そうですね、むちゃくちゃ抑えるんですよね、はいはいはい、だからグッとお腹にこう力を入れるような感じ、はいはい、でじゃあ決まりなって、うんうんうん、ちょっと手伝って年末忙しいからって、うんうん、言った後、まあ話が弾んで、まあでもせっかくやったらねちょっと料理して帰ったら今日はと言って、うん、いきなりですね、でもね、いきなりです、もうこの時ノリをすごく大事にしてるんですよ、はいはいはい、なんかどさくさに紛れるっていうのがすごいいいなって、うん、いいなっていうか、うん、北極老人から教わってる感覚なんですけどね、うん、なんか人ってわざわざ日にちを設定したり一回一回やると、特に男性はそうかもしれないけど構えるでしょ、うんうんうん、
そうですね、別日にちょっと料理作ってくださいって言われたら構えません、うん、まあそうですね、ちょっと準備しちゃいますね、頑張らないとみたいな、はい、張り切っちゃうじゃないですか、ちゃんとしないとってありますね、うん、なんかナチュラルな部分出ないじゃないですか、はい、だからもうほんとどさくさに紛れて今からちょっとやってみたいな感じで、うんうん、その場ですぐ料理をしてもらったっていうことが、うんうん、で一緒に動いてみたんですよ、ユニオンの厨房で、はい、で、あ、すごいやりやすい、なんかいける気がするみたいな、うんうんうん、って思ってそのグッと引き寄せられてることを現実にしていってるんですよ、で一回帰ってでこっちにこう電話がかかってきて、でどれぐらいまでいたらいいですかみたいな話になったんで、うん、えずっといてくれるんじゃなかったっけって会社です、うんうんうん、ちなみに年末年始手伝ってって話だったんですけど、あ私の中でも1日過ぎたらもう話がなんかね、うん、もう飛んでいってたのか、うん、いつまでいたらいいですかっていう振りがね、うん、ずっといたいんですけどって言われてるように聞こえたんですよ。あ、はいはい、なるほど、言葉は違うんですよ、はいはい、だからえずっといてくれるんだよねって話を返したんですよね、うん、そっからそうだよねって言われたんですよっていうかなりこう感覚的な話に聞こえるかもしれないんですけど、はいはい、確実に感じてるんですよ、ご縁を。なるほど、でもこれがどうなるかなんて分かんないわけ、うん、実際来て会わへんわって言ってやめるかもしれへんし、うん、3ヶ月経って、うん、もうちょっといい話があるんで行きますかもしれないっていうぐらい相手のこと知らないから、うんうんうん、だから来たら来たですごい一生懸命やっぱり関わろうとしましたねお互いのことを。だからただご縁を感じてもそこからってむっちゃエネルギーかけないといけないっていうのは思ってます。そういう意味ではね、ちょっと羽賀さん省エネかもしれないそれを分かってるってことですね。人は出会いがあった時に濃くしようと思ったらエネルギーをかけないと、そうですね、あの濃くならないんですよ。そうですね、出会うまではいけるんですよ、うん、この話は別に特別なことでも何でもなくて、人は毎日出会ってるんですよね、うん、でも出会った後にどれだけかけれるかだと思うから、うん、なんかそんなんなんだろうな、じゃあ行き当たりばったりで言ったらいいんか、そんなことじゃないと思う。私も人生かけましたもん、その瞬間は。あの来るって実際になって、実際引っ越してきたって言った時は自分のライフスタイルを全部変えました、うんうん、なんかその時はここのスタッフとかってお昼のご飯食べるのとかって各個人がそのユニアの店舗でいろいろ食べたりする時間に合わせて食べてたんですけど、彼が来るってなってからは同じ時間にできるだけ人を集めて食べました、うんうん、その時にいろいろ話したりとかいろいろ作ったりとかして、ユニワの料理ってこういうものとか、私たちこういうふうに考えてるよっていうこととか、相手の話を聞くためによりリラックスできる空間をまかないの席で作れるように、12年目ぐらいに出会ってるんですけど、それまでやってなかったことを全部やったりとか、うん、すごい変えましたね、うんうん、それぐらい今までの自分のなんか積み上げてきたライフスタイルとかもう一旦捨てました、うんっていうぐらいかけないと絶対に縁は離れるなっていうものだと思うので、それはありますよね。なるほど出会ってからの、ね、エネルギーの重要。 あとね、今あのベジラーメンエリアに入ってる、うん、あのゆうきちゃんっていうね女の子がいるんですけれども、まあ、彼女も私の講座に来てくれた一人のお客様だったんですね。講座生だったんですけど、はい、まあ、その来る前から長いね、うん、文章を 書で書いてくれたんですよ、うん、なぜこの講座に入ることに至ったかっていう自分の経緯ね、うん、そう達筆な字で書いてきて字前ですよ、ね、送ってくる、すごいインパクトあるじゃないですか、うんうん、インパクトあるなって思いながらその講座の日を迎えたら、なんと大学生だったんですよ、うん、私の講座に大学生来てくれたの初めてだったんで、まあ、よりまあ気にかけさせてはもらったんですけど、そこからでもやっぱりすごい、うん、彼女はずっと引きこもってて、その時やることがもうなくて、で大学も行けてなくて、うん、なんかこの講座の日だけ生きてるみたいなぐらい頼られてるっていうのをすごく感じてて、強いエネルギーを向けられてるなって、これもまたマグネットなんですよ、グーッと来てるんですよね、うんうん、これをでもどう受け取るかなんですよこちらが、うん、だからまあ講座を重ねて月に1回会う中で、あ、やっぱ一歩踏み込んでね、うん、ちょっと手厳しいことを言わないとこの子に行けないなっていうタイミングを感じた時には、講座日とは別の日にちょっとお話もしたんですよ、うんうん、もっとこうした方がいいよって。でもそれって別にやらなくても本来いいことではあるんですよ、うん、講座日に対応させてもらってもよかったんですけど、そうやってちょっとこう関わる時を増やしていったら、彼女はその自分の実家を出て京都に働きに行って、うん、で京都から
まあ一回旅館で働いた後ユニワにスーツケース一つで来て、うん、もう私やっぱここで生きていきたい、一緒に生きていきたいんでお願いしますというふうにお願いされたんですよ、うん、でもう言うたら帰る場所もなく、うん、まあすごい私も関わってきた中でそういうふうな、なんだろうな、自分のタイミングで来はったんでもう腹を決めましたよね、うんうん、これはその時にやっぱりこの引き寄せ合うことまではいくんですけど、どうするかはもう本当にすごいかかってるなとは思っていて、自分だけじゃないですよ。だからやっぱり夏海くんだとしてもその新しい環境の中で自分も一生懸命やらなあかんから、脇目も振らず働かないとやっぱり仲良くなれないし、新しい考えを受け入れないといけないじゃないですか。だからゆうきちゃんも一緒だと思うんですけど、まあ、その中でやってるからお互いだからやっぱエネルギーかけるけど、それが成立しないとなかなか難しいよね。だから私なんかこう働くっていうことってエネルギーかけやすいじゃないですか、うんうん、だからすごく働くことで仲良くなりやすいので、あの一緒に働いてみたいなって思う感性ってすごく自分の中ではなんか大事にしているというか。なるほど、さっき表現の磁石がこう引き寄せ合うっていう表現があって、はい、多分視聴者の方もその磁石が引き寄せ合うような出会いって多分皆さん求められていると思うんですね、はい、うん、どうすればその磁石が引き寄せ合うような出会いっていうのは訪れるんですか ね, ね、どうすれば、まあ、どう、まあ一個じゃないんでしょうけど、まあ、いろいろあるんかもしれませんけど、でも確かに人間って自虐的存在だとは思うんですよね。でも日頃引き寄せ合ってるものなんだろうなと思うんですよ。似てるものとか、はい、同じ思いを持つものってやっぱり引き寄せ合ってると思います。でその夏梅くんに関しても生き方を模索してたんですよ、はい、生き方を彼は探してた。でゆうきちゃんも生き方を探してた。他の多く出会う人もやっぱ生き方を探して、特に私そのユニワの店舗で出会うことってすごく多いんですね。で私も生き方を探して自分の先生に出会って、どう生きていくのか、自分の生き方以上に人はどう生きていったらいいのかなっていうところまでどんどん思うようになった時に、こう引き寄せ合ってるんだろうなって思うので、自分がどう生きていきたいかってことってすごく大事なのかなと思うんですよ。そしたらそれが持っていくと引き寄せ合ってくるのかなって思うんですね、うん、だから何にもないですっていうよりもやっぱり人生の解釈って学ばないといけないと思うし、求めること、私もなんか 何のゴールが別にあるとかもないので、今でもやっぱ求めてるんですよね。なんだろうな、学ぶことであったりとか、うん、新しい解釈、新しい時代考え方っていうのを受け入れるっていうことを、自分変わり続けることっていうのはすごく求めていることですね。それが誰かのためになったらいいなっていうことをすごく思ってるので、なんか そこで、まあ、この神社チャンネルを多分見てくださってる方もなんかきっと生き方っていうところで引っかかって見てくださってる方が多いとは思うんですよ、うん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 、だからなんかこうそこが自分の中でも軸ができてくる、こういうふうに生きていきたいなっていうのがあると、それにやっぱ引き寄せられると思うので、うん、強くそれを持つことなのかなと思います、うん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 、なんか誰かが言ってる生き方をやる、なんていうかな、自分は全く思ってないけど親に言われたからやるとか、うんうん、友達がやってて流行ってるからやるとかっていうよりも、自分がこうありたいっていう強く思ったり、ましてそれが行動に伴ってくると引き寄せ合うと思うので、うんうんうん、引き寄せると思います。なるほど、このために生きてるんだといったような強い目的意識とか軸を強く持つことによって、そういった磁石的な力が強まって、それに共鳴してグッとこうタイミングが来る。そうです、そう思うと私はここのユニワというお店で出会う人はみんなそういうご縁がもうあると思ってます。この人だけあるとかっていうよりも絶対あると思います。あとはその人のかけれるエネルギーと、ね、受け止める側のエネルギーと両方がスパークするタイミングってやっぱあるのかなっていうのを思いますね、うん、さっきおっしゃってたその一番最初の方に出会うために仕事してるっていうのもその目的の一つとか軸の一つですよね。そうですね、はい、なんかやっぱ私の先生もね、北極老人もそうですけど、もうね、達観してもさ悟られてるような方でも一生懸命その塾の講師を通して、うん、大学受験を通して一生懸命生徒に向き合うから変わっていくわけじゃないですか。私はこう北極老人が本当に塾の先生してくださっててよかったな、働いてくださっててよかったなってめっちゃ思ってるんですね、うん、で私もなんかやっぱいただいたからには、自分も働く中で
なんかそういう出会いの場を作らせてもらったりとか、出会った時にちゃんとそうですね、みんなと一緒にここで表現できたらいいなっていうのをすごい思ってるので、まあ喜びですね、そういう意味で働くことが、うんうん、でその瞬間はその夏海君とかゆきちゃんとかどっちかっていうと早い段階でなんかわっと近づいたような印象ですけど、もう10年ぐらいかけてご縁があってすごい近づいたっていう人もあったりするんですよね。そうですね、なんかそれはだから早い遅いは本当に関係ないなって思いますね。わかりました、はい、今回あなたとつながってる人ということでご縁結びのことについてお話をしていただきました。はい、幅さんは大丈夫なんですか？僕幅さんのないんですか？僕ですか、はい、なんでしょうね、今人事チャンネルでこう一緒に活動してる相原くんとか、はい、ただつながってるっていう意味で言うと、あ、なんか縁ありそうやな思ってましたね。うん、まあ、あと花襟、ただ花襟の場合は結果的に一緒に仕事する、ただ初対面の印象がすごい強いんですよね。でそれは振り返ってみてあるのかなっていうのは思います。ただなんていうかな、どっちかっていうと、まあ、性格的なところともちろん変えていった方がいい部分なのかもしれませんけど、はい、ちょっと受け身的というか流れに任せながらっていうところがあるので、そんなね計算じゃないから、いや計算にないところだと思います。だから運命にないところにあると思いますね。そう思ってるから分からないような時の方がなんか面白いことが起きますね。なんか全く分からず、あ、この人と一緒に仕事してるのも当然すごくあるし、ね、それはね、だから言い悪いとかもないと思いますね。本当に、この人と出会わない方がいいとかはないのかなと思ったりしていて、そこからまた広がってつながっていくこともたくさんあるじゃないですか。そうですよね。だ、まあ感じる時はあるんですけど、なんかこの人と縁あるなって意識しすぎると、なんか他がこう別におろそかになっちゃったりってあるじゃないですか。だから出会う限りは全員縁あるっていうのも同時に思ってるというところですね。そう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 、同時に思っていますね。はい、はい、というところで、今回はご縁結びについてお伝えさせていただきました。ということで、お食事にはぜひこのお店来てください。はい、でまたチコチャンネル、はい、ね、ございますので、はい、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい、加賀さんと一緒に対談もしています。はい、魂で輝く生き方などについても伝えておりますし、他にも必見の動画さまざまございますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでどうもありがとうございました。ありがとうございました。